梅雨の時期を前に、中国地方整備局では台風などの被害に備えた訓練が行われています。訓練は台風の接近によって鳥取県の河川が氾濫するなど大きな被害が出たという想定で実施。中国地方整備局や中国地方の各県の職員らおよそ1000人が参加しました。

防災体制を整えるとしています。